オードリー若林は春日のことを丸太と呼んでいた。水曜日のダウンタウンの残酷な企画はほとんど若林が考えている。あちこちオードリーでサイコパス診断をした結果、お蔵入りになった IKEA の椅子を壊したのはわざと。羅族。